清正公、道佐市林寺は、東京都港区白金台一丁目にある、日蓮州の寺院。三号は再生産。加藤清正の遺牌屋像が祀られていることから、清正公と、通称される。付近の住民からは、清正公様と呼ばれ、勝負祈願の寺として、信仰を集めている。九本山は大本山誕生寺。塩寺方園。この地はかつて、 日国間本藩主細川家の中屋敷であった。寛永八年、誕生時十八世以下官員日の部の隠居時として解散。日の部は、李氏朝鮮第十四代国王、戦争の長男、林海君の子であり、文禄慶長の役の際に、清正によって日本へ連れて来られた人物であった。校歌二年、火災により全焼。現在の三門は、安政三年に、 清正公道の拝殿、平殿は、慶応元年に再建されたものである。江戸最初の七福神巡りとされる、元祖山手七福神の一つ、美写門天を祀る寺でもある。東京都港区白金台一丁目一番四十七号、桜田通りの拡張に伴い、通りから一転五メートルくらい下がった場所に位置せざるを得ない状況が長く続いた。しかしながら年をして、 道路と同じ高さに寺院そのものを移す作業を行った。この時本堂は解体、組み立てを行わず建物そのものをジャッキアップして移した。ありがとうございます。